の粛清された前政治局常務委員周栄光に関して8月27日当局から最新の発表がありました最高裁判所の孫軍公スポークスマンによると周栄光の事件はまだ中央規律検査委員会が立件に向けた捜査をしている段階で訴訟の手続きに入ったという情報はないそうです。 また香港メディアによると中央規律検査委員会の王岐山書記は25日会議に出席した際周栄光という大虎を叩いた後、もっと大きな虎を叩くのかと問われましたすると王岐山は無言で笑ってからこれからわかることだと述べたそうです王岐山の態度は形を変えた回答であると海外メディアは分析しています。では、 州栄光の次のより大きな虎とは誰なのでしょうか今熱い議論が交わされています大陸最大の検索エンジンバイドゥは8月27日普段封鎖されているキーワード検索が一時解禁されましたバイドゥの検索バーに江沢民を裁くなどのキーワードを入れると迫害に反対するワールンゴン学習者の写真が多数表示されます 紅塔民、羅干、周栄光、劉強を裁け、ファルンゴン迫害を阻止せよ、ファルンダーファーは素晴らしいなどの横断幕も見られます。中共上層部の内紛で肝心な時期になると、バイドゥは必ず一時的に封鎖が解かれます。今回の解禁は紅塔民粛清が近づいていることと関係しているとみられます。 8月27日、北京の新華社の入り口で男性が服毒自殺し、注目を浴びています。現場の写真によると、武装警察や救急隊員が男性を救助していますが、男性の容態は分かりません。その後当局は、自殺したのが50代の男性だと発表しました。多くのネットユーザーが、昔は皇帝に直訴状を渡す者がいたが、 今では新聞社の前で農薬を飲む者がいるあるいは命さえ捨てるほど追い詰められたどれほど無念なことかと男性の知られざる事情を推し量るユーザーもいましした。新人テレビがお伝えしました。